本的にチャット GPT でもそうですけども、今のものっていうのは我々が何々をしてっていうと、まあ、その通りにやってくれるっていう、まあ、そういう機能がついているってものなんですけども、コンセプトとしてはその気の利いたロボットというか、こういうふうに話しかけられたら、まあ、こういう答えを求めてるんだろうなみたいなことがあると思いますので、まあ、そういったところでどういうふうに適切に答えることができるかっていうことを実現するためにどうするかっていう研究をしています。こんにちは。何かご用ですか？はい、お話しましょう。何の話をしましょうか？今日は朝ココアを飲みました。例えば疲れて家に帰ってきた時に、なんかロボットにあれやれこれやれって言いたくないですよね。で、まあ、そういう時にやっぱりそういう状況だと、そのこの状況だったら普通これをしてくれるでしょうっていうことをロボットがやってくれるみたいなことを実現したいと思っていて、もうなんか疲れて帰ってきてソファーにぐでっとしているとロボットがお茶を持ってきてくれるとか、なんか、まあ、あとはなんか起きたらまず水を飲みましょうとか言って水持ってきてくれるとか、まあ、そういったことができるようになる。その我々何か言う前に本当はこれをしてほしいと思ってたんだけども、そこまで自分の考えが思い至ってなかったようなことまでロボットがやってくれる。で、まあ、そのロボットがやってくれるっていうことを実現するためには、そのロボットがユーザーの役に立つっていう目的意識を持っていないといけなくて、まあ、そのロボット君にそのこういう状況ではこういうことをやりなさいよっていうのをたくさんパターンを教えていくっていうのは簡単なんですけども、まあ、それだけではなくて、やっぱりそのロボット自身がこういう状況だったら普通これをするよなっていうことを推論というか、だからロボットに対して考える能力っていうのを身につけさせて、まあ、その考えた結果こういうことをやってくれたっていうことを、まあ、できるようにしたいというふうに思ってます。そのロボットに関連して多分法整備っていうのもこれから出てくると思うんですよね。まあ、そういったところっていうのも、まあ、その専門でやってる方おられますけども、まあ、そういった方と定期的に議論とかしてますし、まあ、なんかそのあたりロボットが社会に受けられるにあたって、まあ、その皆さんの心の上でロボットを受け入れる準備ができてくるっていうのが、まあ一番まずは大事だと思います。で、まあ、それに合わせて、まあ、その法制みたいなものも決まってくると思いますし、まあ、あとなんかそういうものが、まあ、実際に受け入れると便利だよっていう、より生活が良くなるよっていうことが分かれば、まあ、あのどんどん周りの環境っていうのも変わってくるというふうに思うんですよね。まあ、実際にその例えば自動車が皆さんの生活に入ってきた時も、まあ、自動車が便利だよっていうことが分かったから、まあ、あの道路はみんなどんどんアスファルトになっていったわけなので、まあ、やっぱりなんかロボットが皆さんの生活に入ってくると、より皆さんの生活が良くなるんだよっていうことを分かっていただくっていうのが、まあ一番大事なところかなと思います。